こんばんは、グルービンボックス始まりました。この番組はヒューマンビートボックスの今を伝え、ヒューマンビートボックスの可能性を導き出す、日本世界問わずヒューマンビートボックスに関するあらゆる情報を毎週お届けしていきます。私が DJ のフェロフェロフェロナです。自分で笑うんだよ。達也です、よろしくお願いします。というわけなんで、皆さんツイートよろしくお願いします。というなんだよ、どういうことどういうことっすか。うわ、ちょっと待って待って待って、俺本当にこんな下品な声大丈夫、今大丈夫でした、マジで。かなり、ね、今ダメでしょ、今のダメだね。R15 だよ、これダメだよね。R15 ちょっと今の耳塞いでください。今のは本当ダメですよ。前回ね、はい、いないから、うん、和夫さんと2人でやったんですよ。はい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 。もうこれ言っちゃうと、うん、山もなくさーってこの平らの道をさーってずーっとこう歩いてる感じだったんですけど、摩擦ゼロで、はい、で平らの道歩いて、あ、お疲れ様でしたってこうそのままね家に帰った感じの、何もアクシデントも起きず、なるほど、何の山もなくね終わったんですけども、いきますか。お願いします、はい。この番組に対するご意見やご感想、こんなコーナーをやってほしいという要望などはツイッターもしくは E メールにて受け付けております。ツイッターはハッシュタグソーラ X にはシャープ SORAXNIWA をつけてご投稿ください。メールアドレスは fm@sorax.com fm@sorax.niwa.com です。まずですね、国取りのレポートをしようかなと、うん、いいっす、思います、はい、と都道府県、別バトル、はい、と題しまして国取りがありましてね、はい。まあ、全国から福岡とか、うん、神奈川、千葉、愛知なんかも来て、うん、なんと優勝した県が、はい、千葉県です。というわけで、はい、トリップおめでとうございます。ありがとうございます。どうもトリップです。優勝できるかどうかっていう思いも実はあって、戦略がすごくいい方向に向いたなっていうふうに。じゃあその戦略ちょっと聞いてみますか。そうそう、戦略、その戦略をね、絶対ね、はい、あのね、後付けだから絶対後付けだから楽で、うわ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 、今考えたね、はいはいはい。どういう戦略ですか。必ずその、まあ、順番をほぼほぼ変えずに、ほぼほぼっていうか変えないで出たんですけど、はい、毎回変えられるっていうルールだったじゃないですか、はい、出る順番をね、はいはいはい、それを、はい、必ず最初にトモキを持ってきて、はい、間にヨウカンさんという独自のワールドをこう醸し出す、まあ、あの現場にいた人はね、はい、もう体感したと思うんですけど、うんうん、はい、っていう、まあ、ところを持ってきて、はい、最後に僕が出ると、はい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 、それはもうじゃ決めてたんですね、最初から決めてるところもありました意外とだって悩んでなかった。そうそうそう、あの決勝の時とか結構な悩み度ありましたよね時間取ってましたよね決勝の時にヨーカーさんが、はい、2番目トリップさんいた方がいいんじゃないですか来られないようにねいや本当にさ結構なガチな顔してましたけどね。トモキのもう未来もう期待度が半端ないんだけど、僕えげつないっすね。えげつないね。いや本当にね、これはもう応援したいです ね。だってまだ12歳。そうっす、ね、12歳でしょ。そうでしょ。したね。ヨーカーさんどうでした、達也。って感じっすね。バイ高弘さん、マッドホースってどんなきっかけで結成されたんですか。この4人は、はい、まあ、結構昔からっつっても2009年で、あのイギリスの大会に達也が出、達也、あ、ドイツだね、トリップが出て、そのドイツの、世界大会があって、そこで、うん、俺とカズ、ビトシック JP、うん、だビトシック JP って知ってる人いる。これ大事だよ。これ結構知らない人すごいいるからね。結構ヒストリー作ってきたよ。これ日本で一番古いチームですからね。そうですね。覚えておいて。覚えておいてくださいよ。で、まあ、そのビートシック JP で2009年世界大会に出たと。はい、でその時に、
達也とあレオだね、達也その時はレオ、そうですね、ヒューマニズムというチームですね、3人組の、達也、レオ、トリップの3人組なんですけど、その2009年はトリップが来れなくて、うん、レオと達也が出たんですけど、まあ、そこはバトルじゃなくてそのショーケース枠で出て、うん、でまあ、そこでね結構仲良くなったというか、本当に空港で全員行きの、ね、空港で全員アイボも含めて、うん、いきなり揃って行こうかみたいな感じ です、ね、はい、まあ、そこでいろいろなことがあって、で世界大会を経験して、で日本帰ってきて、うん、でなんかちょっと一緒にやってみないかみたいなスタンスで、うん、最初はねビートイズムっていうね、ビートイズムJP みたいな あれですね、ビートシックとヒューマニズムを、はい、すっごい安易なすっごい今からダサい、はい、名前だったんですけども、 そ、 う、まあ、それで結構フェス出たりとかライブしたりとかしてて、はい、JBC 出ないと、じゃあ名前から決めようっつって、もで、まあ、マッドホースになったと、はい、いうことです。はい、音玉感覚ボリューム3オーガナイザーのニモ&さつま揚げに来てもらいました。どうもー、バイキャンアイさん、はい、音玉の日台風濃厚だと聞きましたが、はいはい、天候に強そうなビートボクサーは誰ですかというわけで、一人だけではない、一人だけ僕らの天敵がいまして、はい、天敵サトミーさんがいるイベントでは僕らがいても雨は降らないんですよ、はい、なるほど、もう呼んだちゃんと、あ、読んでない最悪だわそこまで味方につけてさ呼ぶでしょそれ真っ先。じゃあ何話す？いやちょっと聞きたいのは、はい、もうさつま揚げ今生で見ると、うん、もう真っ黒なんですよ。真っ黒ですよ、もう本当に焦げたさつま揚げ。プールの監視員のバイトしてまして嘘でしょ、え絶対嘘でしょ。いや本当ですマジで泳げんの？まず泳げます。あ、デブなんで浮くんですよ僕ずっとマックでバイトしてるんで、うん、ずっとビッグマック作ってるんですよでも前回ヒロノさんに、うん、ニモは彼女作ったら絶対ビートボックス下手になるって言われて、そうだね、うん、だから守ってんでしょ。はいすごい今純粋な瞳で、はあ、はい、守ってますみたいな感じでいきましたそっかそっか、じゃあこれも話すことないわいや、そんなに僕ら話すことないですか確かにそうですね、ごめんねごめんね、うん、いや今すごいなんかあったの、いろいろあったんだけど、うん、ちょっともうギブかなっていやもっとこの華やかなね遊びあるでしょうよ。そうですよね、コーチでワンチャン、ワンチャンそれしかないからな、ほんとみんな遊んであげてほんと遊び行かないって言われたらどこ行くの？プールもうね下心しかないからさ気持ち悪い気持ち悪いゴミアスベアスペ Z、 今度30分のライブを任されたのですが、皆さん最長でどれぐらいのライブをやったことがありますか？お客さんを飽きさせないようにはどんなことに気をつければよいですかということなんですけども、あ、30分やるみたいなんですけども、なるほど、どうですか皆さん、長くやるにはどんなことを意識すればいいですか？まあ最初から飛ばさないことが一番大事かなと思いますけど、ね、そうですね、構成力っていうのはかなりね、うん、やることはできるけどね、やっぱ飽きさせないっていうのがポイントですよね、うんうん、はいはいはい、どうでしょう和夫さんは、え歌う食べる、え歌う歌うか、まあね、歌も大事ですよね、まあ、歌ってまあ曲的なね、うんうんうん、感じでやるトリップは何かあります？トークね、トークね、はい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 、はい、まあ、トークも大事ですよね、トーク歌で最初から飛ばさない、うん、ヒロさんは踊る踊るまあまあまあ飽きさせない踊る、そうですね、脱ぐ
脱ぐ、うん、まあそれもあるね。でも僕らマットフォース脱いでますから、うん、俺は長い時ほど脱いでいくから、そうですね。バイベーシックなんですけど、はい、ひろなさん、今日ね別年20歳くらいの若い女性来ますよ。あー、もう行くしかないっすね。行っちゃう？行っちゃう。脱いじゃう。脱いじゃう。場合にもゴミアスペ Z は例の直屋 Z です。え、解明したってこと？なんで今日ツイッターで言ってたね、ゴミアスペ Z。 まあなんかその理由は何なんだろうね、うん、まあ、あえてじゃあここでは聞かないで、うん、ハッシュタグつけてつぶやいておいてください。気になる人はそっちを見て、 そうですね、そっちをね見て。いや俺これマッドフォースでさ、うん、ちょっと遊びたいなって。え、じゃあグルボの後、うん、みんなで車出してく、うん、お車出してどこ行く、どこ行こうか。ほらもうね全然食いつく、もう、じゃあだから ないじゃん餌が。ね、そのいやいっぱいあるでしょ。何何何、スポッチャとかさ。スポッチャはねヒロナ省いて行ったんだよから。え。ちょっとラジオ止めて。もう止めて、これラジオ止めて。これは止めて、もうスポッチャはね行ったんだ。いやそれだけはほんとやめよ。はい、バーイシンさん、え、グルボのオフ会ってないんですか。え、いいよやろう。じゃあでもあれ、シンさんって遠いんじゃなかった。遠いです。遠いっすよね。来るんすかねオフ会やって。シンさん来ます。シンさん来ちゃいます。シンさん絶対来ます。もう話したんですよ。あ、そうなの。もうやりましょうねって話したんで。あ、そういえば、はいはいはい、僕、はい、この前たまたま妖怪裏に荒いが、はい、奥さんと、はい、ヨシヒロくんが一緒に来てくれまして。ヨシヒロくんっていうのは浦くんの息子さんでいいんだよね。そうです、はい、と生で会ったということ。そうです。はあ、可愛かったですか。くっそ可愛かったです。どんな感じでした。え、なんかもう顔は浦くんそっくりで、はい、色白加減は奥さんそっくりで、うん、鳴き声は、鳴き声、鳴き声はちょっとやってみて。にゃーおにゃーおにゃーお、どこのどこだ。フェスティバル浦君。ひどい。これ多分これやることによってまた浦君が本気で、そうそうそう、ガチ切れ、本気なんだよね多分。本気なんだ。グルービンボックスエンディングでございますけども、うん、これお願いになっちゃうのかな。ちょっといいですか、ツイッター来てるんですけども。私ですか。バーイカンブリさん、はい、アキさん、そのいい声で名前呼んでくださいって来てるんですけど、カンブリさん、カンブリさん、カンブリさん、いいんですか、カンブリさん来てるんですけど、いいですか、はい、カンブリさん。お前ちゃうわ。全然今ね聞いた人がっかりだよ。今ちょっとボリューム上げてたよね多分絶対ね。そこを言ってやってやりましたけど、そんな感覚もなかったし。安全にその辺のおじさんだった。じゃあ最後締めましょう。じゃあそのカンブリさんの名前をね秋に言ってもらって締めたいと思うんですけども、よろしいですか。はい、はい、お願いします。カンブリさん。これ何ですかねこれ。いや、これで良かったんですかね。大丈夫大丈夫。秋はいい仕事したと思う。正解がないんだか分からない。それで今日終わっちゃいましたけど大丈夫ですね。カンブリさんで終わりました。カンブリさんでオチがカンブリさんだった。やばいですね。初じゃないですかねグルボ史上。すごいですね。はい、はい、というわけでねグリーンボックスもうカンブリさんで締めますので、はい、はい、というわけで番組をお送りしたのは私ヒロナと達也とアキ、カンブリさーん。それではまた来週、バイバーイ。